しげしげチャンネル。どうも、しげしげです。本日から夏休みガチャが始まっているということで、とりあえずワンセットと確定大凶小凶ガチャ分、まあプラスアルファですね、引いていきたいと思います。なぜワンセットかというと、まあそんなに引くべきガチャではないのかなっていうのが正直なところです。まあ今回から追加されたキャラで言うと、ブレーナ、イッパー、で、あと星7のところに大凶小凶いるんですけど、これは確定で買うことができます。で、2.3% でターディスが同じく星7にいますと。そんな感じですかね。まあ銀まであるんで、ちょっとね渋いのが予想できるので、まあそれで言うとターディスさえ出てしまえば大凶小凶は確定で買える、フレーナは交換で手に入れる、それで終われるんですよ。なんでとりあえずワンセット様子見でいきたいと思います。で、ここ最近のイベントが開催されるたびですね、僕はこのログインでもらえるやつ、これから何が出たか当てた方に石プレゼントしますっていう企画をツイッターでやっておりますので、こちらは一旦引かずに取っておきたいと思います。企画応募したい方はぜひツイッターのフォローだったり、そのツイートをご覧ください。では行きましょう。これが120円のやつ。はいはい、これでターディス。とりあえずターディス出れば、今回ね、プラス50がついてくるんで、まあ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 、ありがとうございます。プラスね、最近ちょっと、ゴルケイオスの昇格生、スキブにしたくて、結構持ってかれたりしてたんで、ダイヤ。あ、これ確定だ。確定だった。恥ずかしい。たまにやっちゃうやつね、これね。はい、今回の三国神の着せ替えドロップゲットです。ちょっとついでに今日ログインした時にもらった滞在林の10連もいっちゃいましょうか。このタイミングで頼む。勇者で言うとまだグレオンとペンギン、なんだっけ名前忘れちゃった、どう忘れちゃった、引けてないんですよね。おおお、これフェゴランか。フェゴランとギンチオと、これはなんだっけなんだっけ名前、エンキドゥか、エンキドゥ出ました。はい、ありがとうございます。まあそれで言うと、その魔法石ショップにですね、こちら滞在流の確定の方も復刻しておりますので、まあ後ほど引きたいと思います。今日は夏休みに集中、お願いします。ターディス1点狙い、おい、いいよ、ターディスあるよ。どこ、まあターディスもね男なんですけど、僕はこういうジューンブライドだったり夏休みだったり、そういうので男キャラが出ると男っていうツッコミを入れます。なんでかっていうと、男の水着に興味もないし、男のジューンブライドにも興味ないからですね。はい、ダイヤ。おー、いいじゃん。ソニア、ソニアね、今回ねだいぶ強くなりましたよね。やっぱ4体所持になってるけど、まあ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 、この二色陣の二ターンヘイストっていうのはやっぱりランダンでも使える時が、最近は割と対策されてますけど、はい、そのね二色陣の二ターンヘイストに加えて、今回ドラゴンキラー3つで、あれっしょ、聴覚生で無効貫通ゲットしたでしょ。だいぶ使える子になりましたよ。そう、そういうね一体一体見ていく動画っていうのも解説動画として出してるので、まだ見てない方、今回どんなキャラがいるのか知らない方はそちらをご覧ください。クロネもねスキルレベル上がったけどさ、正直さ使いどころどこなの。自動回復が欲しい時なのかな。はい、えい、男。でも本当にこの夏休みガチャっていうのもさ、1年目はなかったのかも知らんけど、2年目ぐらいからさ毎年引いてますよ。毎年引いて引いて引いて、初めての時はあれじゃないか、水着メタトロンめっちゃレアで頑張ってめっちゃ引いた記憶。水着メタトロン、メタトロン、水着メタトロンのっていうかダイヤめっちゃ出るな。水着メタトロンのさ、初めて登場した時のあのレア感、まあ当時だったらね、再レアって言ったらもうそれはそれは学園イシスとかね、あの辺とかももうレア感半端なかった、高級感半端なかったですけど、まあそれで言うと今回水着メタトロンに関しては転生が追加されてね、
イラストもちょっと大胸の方も転生進化しましてね、だいぶボリュームがすごいことになっておりますが、お願いします。水着メタトロンはね、まあ引けたら玉になるんで、とりあえずダイヤだよね。さっきまで調子よかったけど、おお、いいじゃん、出たよ。星8か、これは。1、2、3、4、5、6、7、8。エスカマリね、3体目か。ドット化すると思ってたんだけどな、ジューングライドで光エスカマリがさ、ドット化したから、なんかそこずらしてきたよね。ヨグもしなかったし。おー、銀千代は雲持ったんだっけか、情報修正で。これも今話題というかだいぶ評価が見直された転生銀千代よりの性能になってくれればもうちょっと使いやすかったかなって感じはありますけども、まあ素で雲耐性持ってるの偉いっすよね。まあ石5個とはいえ早いもので、あと8回7回かダイヤ。おお、パンドラいいじゃん。パンドラね、ああ3体持ってたわ。まあ、この子もね、なかなか尖りましたね。回復キラーが聴覚性込みで3つだっけか。で、無効貫通とね。2ターン続石吸収無効ね。いいじゃないですか。素晴らしい。だから、それこそ、紹介動画のサムネイルもそうですけど、尖ったキャラが多いので、まあ、ソニアと、このパンドラとね。多いので、その辺だけは確保しておきたいかなっていう感じで。あとはまあ、プレーナは、あ、ダイヤめっちゃ出るね。男。プレーナは本当に万能的な、いろんなパーティーに入れることができそうなキャラなので、まあ、あれ系の消せないドロップ解除系とか持ってない方はね、全然引いといて損はないし、交換の玉があるなら交換しといて、いいとは思うんですけど、いろんなとこに入るから、困ったらそれ入れとけばいいみたいなノリで使えると思います。やばいな、あと2回か。ターディスはせめて引きたかったけどな。まあエスカマリ出たからいいか。なんとも言えない感じ。ラスト、はい、ターディスいいよ。タディスあるよ。おお、ソニア。ソニア締めか。5体所持。まあ、しっかり進化させて、合格生もやりましょう。プラスも手に入ったしね。石0個になっちゃった。プレゼント企画してるのに、自分の石は0個にするっていうね。まあ、そんな感じなんですけど、まあ、プレーナー、交換できそうっすね。この辺とこの辺と、まあ、アルジェとかも、モルザも余って、じゃあアルジェかな。どっちかといったらアルジェと、そうだね、きついといえばきつい、まあ、アルジェ別にもうちょっと出してもいいけどな。大魔女は僕はネレだけ集めてるんで、それ以外は余分な分はいいかな。こんな感じかな。多分、プレーナーを引くためにもうワンセット追加はしないかな。ターディス。あ、ターディス引いてないからな。どうしよう。一旦保留かな。一旦保留で、私の今回の結果はですね。はい、こんな感じ。まあ、なんとも渋い。なんとも渋い感じに終わりましたが、まあ、エスカマリ出てるし、パンドラとか、星7か、星7系出てるから、この辺がね、うまいことずれてくれればターディスだったっていう、そういう話ですかね。はい、ということで、皆さんは欲しいキャラ引けましたでしょうか、というか欲しいキャラいますでしょうか。もしいる方はね、最初にも言いました通り、ツイッターの方で企画やっておりますので、課金したいけどできないって方はぜひ応募していただいて、はい、そんな感じで本日は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。さよなら。